若干先行しましたが、1周目1マークはインコース1号艇吉川逃げて3号艇の井口がまくり出していきました。後方からは4号艇の丸の向こう上面入りますが、陰線ここは1号艇の吉川が抜け出しました。先頭に立って2停止、1号艇吉川先頭、3号艇井口が2番手。明日も全力で頑張ります。ご声援よろしくお願いします。さあ1周1マークはインコース1号艇のウリュウが1マーク、まずは先制体制、2コース2号艇赤岩を刺していきまして、間からは3号艇篠崎バックストレッチへ入りますが、押し切りました1号艇のウリュウが先頭、バック中央ではリードは1停止ほど、抑えました1号艇ウリュウが1周2マーク先取っていきます。2番手2号艇赤岩の内側、4号艇の太田が先に回っていきますが、差し込む2号艇の赤岩が2番手わずかにリードか、1号艇のウリュウの選手が先頭。いやもう、気候が今日と一緒ならそのまんま行きます。今日本当寒い中ありがとうございました。また明日も切羽していきます。よろしくお願いします。1周1マークへ向かっては1から1号艇柳沢が逃げて、外は3号艇の桐生、内からは2号艇の今垣とのスレッチへ入っていきますが、さあここは押し切りました1号艇の柳沢、リードを早くも5、6ページに取ってスリントラを通過、先頭から1番、3番、2番の順に帰ってきました。試運転ではあんまいいとこないんですけどね、まあ、今ちょっとぶつけ本番でプロペラ試していったら、まあ、展示タイムもちょっと出てましたし、うん、まあ、少しは上向いたのかなと。はい、明日も頑張ります。新1マークへ向かっては2コースから1号艇の虫島がまずは1マークを先制、2コース2号艇の長田が差しに構えて、外は3号艇田村、内からは5号艇の原田と向こう正面に入りますが、ここは押し切りました1号艇虫島が先頭でバック中央4停止前、先頭はリードを広げていきます1号艇虫島、2番手は2号艇の長田が追走。まあね、関東ですから、うん、いっぱい走らせていただいているので、うん、まあ、印象というよりは、うん、はい、まあ、準地元みたいな感じですね。はい、開会式同様沸かせたいと思いますので、はい、頑張ります。